百里が、竹は、滋賀県高島市と福井県小浜市の境に所在する、標高931.3メートルの山。滋賀県と福井県の県境に所在する。かつての大見国と若狭国の国境にあたる。百里が竹を含む国境尾根は、中央分水嶺に属し、日本海側に、北側水系尾入川、琵琶湖に、淀川水系後川の支流が流れる。 小浜市の最高峰であり、山頂には一等三角点が所在する。小浜市側からはただが竹に遮られ山頂部は、若狭幹線林道やただが竹からしか望めない。滋賀県側からは雄大な採用が望める。関西百名山の一座であるとともに、尾根は高島ドレールのコースにあたる。また、山陸の福井県小浜市上根頃地域は、林野町より、 上根来水源の森として、水源の森百選に選定されている。この付近は、海抜600から800メートルの総年期山地で、深い渓谷を形成している。地質は、中世層からなり、主として結岩、緑色変岩のチャートを伴っている。山頂に立てば百里四方が見渡せるとの由来から、名がついた。 この山の南側には、根頃坂という昔の若狭越への重要な峠道が通っている。金ヶ崎の戦いで、朝倉義陰に敗れ、退散する織田軍及び孔美を守った、橋場秀吉や徳川家康が、この根頃坂を越えて、京都へ寄陣したと伝えられる。また、その後は、鯖などの若さの魚を京都へ運ぶために使われており、鯖街道の一つとされている。 山頂の北側には、木地山峠が通っており、その滋賀県側の麓現在の、旧木朝尾木寺山地区に、かつて六郎村という木地市を制御とする集落があり、滋賀県道23号が、国道367号方面に向かって伸びている。現在は、小浜市場根頃、元乳村乳村、滋賀県高島市所入山で古道と数回、 交差しつつ寝頃坂から少し離れた場所のお乳峠を通る林道が完成しており、ほぼ全面舗装されている。この峠道は、福井県側は、福井県道35号、草かなかの畑をばません、滋賀県側は、滋賀県道781号、麻生、古屋梅の木線に接続する。山頂付近には、数十ヘクタールにわたり、 原世的な強硬直径80センチメートル以上のブナの高木林が見られ、イヌワシ、ニホンカモシカなどの天然記念物をはじめ、県の長寿保護区となっている。北側の山腹に本尺投げの群落が見られ、県の天然記念物にも指定されている。高木層には水なら、板やカエデ、ウリハダカエデ等を形成し、中低木層には、ひなうちわカエデ、両部、 両部などが目立ち、総本草には、千島笹、大亀の木、山素鉄、吊るし君、売り肌イで、岩ラみなどが、主に生育している。ありがとうございます。